モントピリアはアメリカ海軍の軽巡洋艦、クリーブランド級軽巡洋艦の3番艦、艦名はバーモント州モントピリアにちなむ、その名を持つ艦としては2隻目にあたる。モントピリアはソロモン諸島の戦いにおいて第39任務部隊の機関としてアーロン・エス・メギル少将の座上艦を務め、鉄底海峡をはじめとするソロモン海域、特に ザスロットと呼ばれたニュージョージア海峡において、武庫を挙げつつ、かも一石も失っていない、日米双方で、唯一の艦隊の機関として、ソロモンの伝説と呼ばれた。モントピリアは1940年12月2日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1942年2月12日に、ウィリアム F ・キャリー夫人によって、命名、浸水し、 1942年9月9日に、艦長レートンウッド大佐の指揮下収益した。モントピリアは、バージニア州ノーフォークを出港し、1943年1月18日に、ニューカレドニアのヌーメアに到着し、アーロン・エスメリル少を率いる、第68任務部隊の機関となる。1月25日に、ニューヘブリデス諸島のエハテ島に到着、同地を拠点として、 数ヶ月間を過ごす。カダルカナル島付近の敵勢力を一掃する間に、モントピリアは1月29日にレンネル、島沖海戦に参加した。2月21日には、ラッセル諸島への上陸部隊を支援した。3月5日、6日の晩、モントピリアは、ビラスタンモアや戦において、コロンバンガラ島の飛行場を砲撃し、 敵口区間の撃沈を支援した。6月29日、30日、モントピリアと両間3隻は、ニュージョージア島進行準備としてポポラン島への砲撃を行う。7月11日、12日の晩には、ムンダへの砲撃を行った。続く4ヶ月間、モントピリアは、日本軍の撤退を妨げるためニュージョージア島付近の偵察巡行を行った。 中部太平洋方面での作戦が優先されたため、ソロモン方面でまともに戦えるアメリカ軍の艦隊は、第39任務部隊だけだった。オーストラリアのシドニーを訪れた後、第39任務部隊は、トレジャリー諸島及び、ブーゲンビル島への進行部隊に加わった。11月1日には、ブーゲンビル島北部の部海港リボニス飛行場へ、砲撃を行い、ポポラン島、 バラレ島の日本軍守備隊に攻撃を行った。巡洋艦特畜艦から構成された第39、任務部隊は11月2日の夜にブーゲンウィル島沖海戦で日本艦隊と交戦する。結果はアメリカ艦隊の勝利で終わり、モントピリアは敵艦一隻の撃沈の支援に加え敵機5機を撃墜した。その後アメリカ軍の空母部隊が到着したため、 ソロモン方面でまともに戦える艦隊は第39任務部隊だけという状況は解消された。1944年2月15日から19日まで、モントピリアはビスマルク諸島のグリーン諸島への上陸を支援した。3月にはトラック島南方で敵艦を探索し、エミラウ島進行部隊に加わる。6月14日に、 マリアナ諸島進攻支援のためサイパンへの砲撃を開始し19日から21日まで第58任務部隊と共にマリアナ沖海戦に参加した。この海戦で日本軍の空母部隊は事実上壊滅した。モントピリアはマリアナ諸島に戻りサイパン、テニアン、グアムへの砲撃を継続した。8月2日にマリアナ諸島を離れ オーバーホールのため本国に帰還する。11月25日に戦場に復帰、レーテワン沖で任務部隊に合流する。11月27日には日本陸軍特別攻撃隊発行隊の一式戦、春が突入し11人が負傷した。同湾沖で偵察巡航中にモントピリアは多くの奇襲攻撃を退け、敵機4機を撃墜した。 12月12日からは、ミンドロ島振興支援のため沿岸での援護を行う。1945年1月のリンガエワ上陸では、特攻機の攻撃から上陸部隊を守り、2月には、コレヒドール島のマリベレス湾、パラワン島での作戦支援、4月14日から23日までは、ミンダナオ島への上陸を支援した。拠点であるスービック湾から、 ボルネオのブルネイ湾に向けて出港し、6月9日に到着する。6月17日から7月2日までバリクパパンの給油所から出港し、総海艦水中爆破班、上陸部隊への支援を行う。モントピリアは艦砲射撃により、オーストラリア軍部隊を支援し、多くの連合軍将兵の命を救った。7月の後半から8月にかけては東。 シナ海で3度の紹介を行った。戦争が終了すると、モントピリアは、和歌山港に停泊し、連合軍捕虜の収容を支援した。日本軍艦艇の検査後、モントピリアの乗員は、広島市の様子を見学するために上陸した。10月18日には、松山市で、中東軍の上陸支援を行い、11月15日に、瀬戸内海を離れ東海岸に向かう。 太平洋からハワイを経由してサンディエゴに向かい、続いてパナマ運河を通過最終目的地のニューヨークに到着した。1945年12月11日に大西洋艦隊に合流。1946年7月1日に第16艦隊に配属される。モントピリアは1947年1月24日にフィラデルフィアで退役し経由された。 1959年3月1日に除籍され、1960年1月22日にベスレヘムスチール社にスクラップとして売却された。モントピリアは第二次世界大戦の先行で13個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。